怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう。たゆまぬ絆を。誰からも人求められる。そんな自分に至るまで。忠勝、まだ無茶をするな。忠勝、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。大いなる絆の力で。酒が欲しくなる。貴殿、拙者の剣を受けられるほどの民よ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。我らが絆をあざ笑うとは。絆に触れる覚悟があるということだ。今のあの忍びは、いや、こんなことなら俺が身代わりに。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。重いよこの鉄槌。こうなれば、二の足で運ぶのみ。なるほど、兵の一族は特に野戦を得てとするか。ここは
これほどまでも強くなれるもの。よりによってこの武器を。いいから俺は置いてけ。もう走れねえ。本陣だけは明け渡せ。わかるだろう。見たかった。忠勝、お前の中に無数の明るき絆が見える。はい、まさにまるで家康様に沿うもう一つの西日のごとく。結束ならば地方いずれの軍にも劣らぬ。私のことなど無視してくれて構わないよ。立つのだ。戦はまだ終わってはおらぬ。風は止められぬだろう。息が詰まってしまうからね。剣を拾えたのは実に運が良かった。いや、これは本心だ。見るがよい。やつも生身の人間よ。心なしか、忠勝様のお体が死んでいるような。いつにろこう思うのか。早く忘れてほしいものだな。お前の勝利を疑ったことは一度もない。だから今度も疑わない。
しょうな。共有にはおたしなみたまえ。この時を待っていた。進軍せよ。おいおい、あいつには息切れってもんがねえのかよ。民のため、家様のため、耐えしのいでみせようぞ。主よ、最後までお仕えしとうございました。早く終わらせたまえ。次の戦だが待っているよ。またすごいものを見せていただきました。北条殿はすでにこの世のものではないのかもしれない。だがそれが松永に従う理由とはならないはずだ。まあせっかくだ、 K の分の邪魔を立ててやるとしようか。書に刻まれていた通りだな。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代謝だ。力が誰もあがらない。いや違う、絆は不滅だ。